こんにちは、かますです。今日は以前紹介したプレデターの切り比べをしたいと思います。今日切り比べするのがこちらのプレデター20プラスとこちらのプレデター 18.1 を切り比べします。こちらの 18.1 と20プラスの大きな違いは、こちらの表面のデーモンスキンがやはり一番大きな違いかなと思います。こちらのデーモンスキンはボールグリップ力を高め、キック精度を高めてくれる役割をして、またボール回転数を上げ、正確なキックを蹴れるというのが特徴なので、前回紹介したスマートボールを使って、どれくらい回転数に差が出るのかも試してみたいと思います。じゃあまず20プラスから蹴っていきます。やっぱり、ボールグリップ力が高いため、とても狙いやすいデーモンスキンのおかげで、ボールが当たった瞬間、あまりブレがなく、軽く擦っただけでもだいぶ回転がかかってるような感じがします。じゃあ 18.1 で蹴っていきます。明らかにっていうほど、まあ、ボールのキック精度が落ちるわけでもないんですけど、まあ、やっぱり多少20プラスの方が安定感がある感じがします。ただ、まあ、僕個人の感想なんですけど、靴紐があるタイプを、履いてきているため、靴紐がないのだと、まあ、キックする時などの軸足が、靴の中で、若干滑ってるような感じがします。まあ、これもただ慣れなのかなっていう感じがしますが、言うほど気になるっていうわけでもないんですけど、20プラスはそういう感じがします。じゃあ次にこちらのスマートボールでボールの回転数をそれぞれ測ってみたいと思います。 18.1 から蹴っていきます。今ので205、まあ、スピード82キロ。じゃあもうちょっと、強めに蹴ってみたいと思います。今ので248ですね。じゃあ、20プラスに履き替えてもう一回蹴っていきます。今ので325のスピード91ですね。320、スピード103キロ。多少20プラスの方が回転がかかりやすいのかなっていう感じですね。あとスピードも気持ち20プラスの方が速いような気がします。まあその時のあれによって違うので正確な差とは言えませんけど、まあ一つの基準になるんじゃないかなと思います。一つ気になったのが、回転だとどっちの方が回転がかかりにくいのかもうちょっと気になるんで蹴ってみたいと思います。
今ので回転数53ですね。じゃあ 18.1 に履き替えてちょっといきます。今ので回転数31のスピード90ですね。やっぱ履き慣れてるせいか 18.1 の方が無回転は切りやすいというか無回転になりやすい気がしますね。一通り切り比べてみて、まあトータルでやっぱり20プラスの方がまあ当たり前にいいかなって感じはします。まあ、20プラスの方がキックの精度や、まあ、安定感がとても発揮できてとてもありがたいと思います。ただ足に合う合わない紐がある方がいいというので、まあ、だいぶ変わってくると思うので、まあ、そこは何とも言えません。